帰ってきた三郎さんが今日から朝の体操に加わります。駅前の駅員さんのね、兄弟だもんね。はい、めっちゃおる。え、記憶というかこの人たちの継続されてんだね。もう恐竜もいるしさ、ループはしてるけど違う世界線って感じ。カズヤくんやっけ、カズヤくんとキネちゃんとマサオくんの名前忘れた。マスね、マスオです。ではいただきます。いただきます。見覚えあるこの飯。いただきます。クリアして今どこら辺にいるかわかんないな。さてと、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。もうクリア済みのやつおる。今君クリア 100% としたら、今君ここのパーだぜみたいに言ってくれたら俺やる気出るよ。これもう下手したら全クリするまで、いや無理かな。おい大変だ、川で何かあったらしいぞ。何、今のキャップだよね、父ちゃん。え、坊ちゃんやん。ふう、しんちゃん、ねねちゃん、風間くん、ブーちゃんやって。黒い黒いよ、黒いね。え、あのカズマくんも、あいつらみんな黒いね。カズマ、ブー、突撃レディ23号に助けてもらってよかったね。うん、よかったよかった。どっから来たん、ブーちゃん。どっから来たん。大学生の友達にブーちゃんってやついたけどね。あいつは俺に、俺が卵めっちゃ好きやから、おでんで7個くらい食うんだぜって言った時に、おい、旦那様知ってる、卵ってコレステロールすごいんだぜ、太るんだぜって言って、もう90キロのやつがいいんじゃねえよと思って。あいつ90キロくらいあるから、ブーちゃん太ってるからブーちゃんって言われてる。お前が言うなよね。僕はブーちゃん。お、やべえ、生の聞いた。僕はできねえ。僕はブーちゃざまくん。似てない、似てないよ。ブーちゃんが増えて今日もう終わりでしょ。こんにちは。何か私に聞きたいことがあるみたいだね。何食堂で新しいメニューを作ってるから何かヒント。あ、え、教えてもらったんやっけ。甘いの好きだが黒糖を使った料理がいいな。黒糖お忘れなく。しんのすけは黒糖を覚えた。なるほどね。ありがとうございます。じゃあ次、銀河しのぶくん、しのぶ兄ちゃんと、うお危ねえ、しのぶ兄ちゃんメニュー教えて。カレー屋の銀河しのぶは、なにこれイベントやん。長年研究してきた新しい味のカレーが辛すぎて、うん、誰も食べられないことを悩んでいた。え、これ話したやん。何かいい解決方法はないか。では野原しんのすけのワンポイントアドバイス、チョコボを入れれば解決するぞ。うん、それは味が変わるからダメでござる。銀河流忍術の奥義は辛さの先にある宇宙との一体感である。ザ・コスモスズ・スカイ。おや、遺跡発掘中の当選簿看板がなくなっていますよ。あ、行ったことない。奥に見えるあの石橋があるよね。イチローさんやん。この辺りでは山の上に雲がかかってない時、しばらく晴天が続きます。晴天、満天、晴天です。あれのことですよ。今まさにそんな感じだ。そういえば最近恐竜鉄道のせいのためだったという噂がありますが、あれは大間違い。あんな噂は鉄道員からするとまさに晴天の霹靂です。え、ないってこと、食べてないってこと。イエーイ、見たことない植物、もしかしてシソなんやねん。ブリブリボンバーでロープウェイまだ乗れないよね。乗れる時来るのだろうか。いつ乗れることができるのかな。ギョギョギョウマギョギョ、これはフグですね。あ、これは、あ、あ、カシャ、これは何ですか、こ
坊ちゃんね、ブちゃんか、恐竜に助けられた男の子がいたよ。はい、これ黒糖でしょ、うん、恐竜の悪い噂は間違い、これはバッテバシの赤目ですね。ドメドメ、うん、アマゴ持ってないよね。キイチゴ4個、日本ウナギ、掲示板見てんの、なんか持ってきてくれた、これにするぞ。キイチゴ ×4 持ってたんだ。20円、オッケー。はい、うちの店がその辺で取れる酸性を扱ってるのは100年前からの流儀なの。おや、星が5つ溜まってるね。ほんまや、右下1、2、3、え、クエスト3つしかクリアしないのに100円だ。うん、食堂のヨヨコちゃんに何度か話しかけるの。ボーナス、ボーナス、ほーい。ではしんのすけ、がっつり期待してる。なんで何度かな、話しかけていくわ。ララコネイニこっちかな。はい、スタンプカード持ってきたよ。お母さんの子、ララコのお母さん、お母さんの子、え、ララコのお母さん、何度話しかけろ、ララコのお母さん、え、やば、見えんループだ。終わらせてくれないこの人。次郎さん、曲いいよな、ここね。なんもねえ、無限ループ、無限ループ。あ、何、え、ハートマークはおやつが欲しいみたいです。何これ、おやつタイムのご案内、え、ハートマークにカレースナックをあげましょう。素敵なことが起きるはず。夜はハートマークに愛なので昼間に試してみてください。え、え、プロ髪の上、すごっ、瞬間移動や。ハートマークがすぐ一つあげました。カレースナックこれ持ってんの、うぇーい、うぇ、じゃあ続けますね。水やるわ。お助け収穫のご案内、草食恐竜のお助け収穫がお願いできるようになりました。収穫できる野菜があるときに畑に入ると、半分収穫してもらおうか、すべてを収穫してもらおうか、選ぶことができます。半分を選ぶと、野菜の種類ごとに育ったものから収穫します。一気にたくさん収穫したいときに、ぜひお試しください。草食恐竜、はい。収穫手伝ってもらえますか？畑の半分収穫してもらいます。あ、もう来てくれるんや。ビチャってなったけど、あ、すげえ、うんうん、ありがてえ、すげえすげえすげえ。で、残りのやつはもうビッグにしてもらうってことか。人参水やり、水やりは自分でせなあかんのかな。水をあげた、うふい、はい、トマト、最後何、キュウリ、唐辛子だったわ、はい。何これ、恐竜手伝ってくれるってことね。株式会社黒髪、黒髪よしこの、よしこお姉さんの家なのかな。これ迎え来そう、白か誰か、あ、来ない、あれもうそろそろ、あ、あ、ダウンした。博士手伝ってや、次郎が悪い予感するって言ったから夜になんか起きそうだね。ふふい、おい、しんのすけどこ行ってたのよ。ララコお姉さんと、なんやっけ、ミヨコ、やべえ、忘れちゃった。山田モットーは八百屋でしょ、ヨヨコだ。ミヨコ惜しい、本人も失敗しない、しないの。お母さんが元気だった子、結構手伝ってたのよ。まだすっごいちっちゃかったけど、あれ、サブローさんだよね。母ちゃん、注文の取り方を練習してみないんだけど。お客様、今日はどういたしましょう。はい、お客様、今日はどういたしましょう。2番いいね。お客様、今日はどういたしましょう。3番も全然俺普通にいけると思うけどな。3番も不機嫌にって本人は言ってるけど。こんにちは、お使いがしたければこの横にある掲示板をチェックしてね。しんのすけは虫や魚の写真を集めてるんだって。写真じゃなくてオラのカメラは絵ができるぞよ。終わり、会話。トマトいけるね。はーい、オラはこれにするぞ。アユ持ってないっけ、
ヤマメトマトさん、あ、もう全然くり全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 くり。いただきまんます。俺ヨヨコお姉ちゃんに話しかけるんかな。おや、星、あ、ヨヨコお姉ちゃんだ。おばちゃんになんとか話しかけてごらん。頑張ったご褒美ボナスるよ。へーい。え、おばちゃんってヨヨコお姉ちゃんだよね。まあ、お姉ちゃんっていうのはよくないか。おばちゃんか。母さんの友達だもん。ララコとずっと話しかけよったんやん。じゃあこの人が、ね、私話しかけてって言えばいいやん。おばちゃんにとかね。掲示板に書いた食材のお使いはどうなったかな。ここで気になるお使いの評価を聞いてみましょう。完璧よ。お使いを一つ終えると星が一つ増える仕組みです。あ、別にその掲示板でじゃないわ。今まで銀河さんのところ、山田さんのところで、八百屋さんの前のね、掲示板いろんなやったから合計5回クリアしたってことね。全員共通か。星は5つ以上。はい、最高、すごいね、頑張ってる。めっちゃ褒めてくれるやん。ヨヨコちゃんからボーナスのお小遣いが出ました。100円やろ。ありがとうございます。お祭りで100円、500円でワンコインもらってさ、ね、たこ焼き買ったのも終わりやんね。で、遊戯王カード買いたいわけよ。で、遊戯王カードでね、お祭りだとね、まあ、1パックね、300円から500円するんだよね。バカだからさ、ね、もう地元セブンもないからさ、うらら、これにするぜ。それを買うんだよ、ね、で、もらってお小遣いが終わるんだよね。そしたら父ちゃんってね、連れてって買ってもらうんだよね、5パックぐらいね。普通にさ、コンビニで買ったら150円とかクソ安いのにさ、バカだよね、マジで。で、残ったね、100円とかね、もう金少ないやんか。一切食べ物買わずに型抜きあるんだよね。型抜きってね、できたらな、金と交換できるんよ。みんなチューリップがね、1000円になってたんでね。で、チューリップクソむずくてね、一回もできんかったわ。画鋲みたいなやつでやってたけど、地層手に入れた。型抜き知ってる？ポケカ買ったわ。マジであんなん賭け事やん、マジで。当時からギャンブルやってたんだなっていう。500円で何ができんねん。小学生同士集まってさ、何ができんねん500円で。今考えたら何もできねえんじゃねえかと思って。あ、でも1000円、2000円、3000円、4000円、5000円あげるわけにもいかんしな。1000円までかな。カレースナックを1つあげると。カレースナック俺何個あんの？持ってないって。わーお、折り方があの消防士のそれやん、しんちゃん。あれは銀河忍さんか。よし、ちょっとあそこ行きたいわ。ああ、もう来た。どうやらシロが迎えに来てくれたようです。1日普通にやって30分ですね、これ。マジで2日で1時間前後だ。やべえ。いただきます。はい、いただきます。いただきます。キャップのあの寝癖になるな。ついに新メニューを考えたようです。さて、新メニューだって。その名前は俺が選ぶんだよね。でもこれダメ。名付けて、なんやねん、黒糖あんかけスイカラーメン。やば、俺が集めたものを全部ぶっ込んだってことね。そんな面白いわけないじゃない。あら、でもスイーツだと考えたら意外といけるかも。じゃあ試しに作って売ってみるからね。結果は交互期待。マスオ君の決闘はもう場所忘れたから行かない。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。2歳の友人ヨヨコで、ヨヨコの妹ララコ。ララコちゃん、本当にたくさん食べるわね。うん、ただいま、いろんなところが爆発的に成長中。今、身長いくつぐらい？わかんない。前に会った時は、しんすけと同じぐらい、やば。伸びたね。昔はドアノブに手が届かなくて、踏み台使ってたもんな。もしかしたら、今のしんちゃんもまだ手が届かないのかな？2階の部屋の前に、私たちが小さい頃使ってた踏み台を出しておくから、自由に使ってね。こうして、しんすけは、2階の姉妹の部屋に入れるようになったのです。お母ちゃんの絵本があるやん。そうしたらやったね。絵本から情報をゲットして、物語が進むよ。ないない。今日どんなセリフ？
ヨヨコちゃんとサブローさん相思相愛。相思相愛っていうとバジリスク思い出す。気持ちを素直に伝えられない不器用な二人、見ていて分かるだけにもどかしいな。おなら出そうだぞ。くそくそすぎて。ミサイも言う通り、仕事以外の時間にあの二人を引き合わせてあげないとな。あ、臭い。父ちゃんの足の匂いには負けますな。常日頃彼氏が欲しい。結婚したらこんな家庭が理想的。日本酒なら3日で一生はいけると豪語しているヨヨ子のため にプライベートな時間にヨヨ子とサブローを引き合わせようと考える、はい、ヒロシとミサエ。でもどうやって、それ手伝わなあかんの。どうする、しのすけはどうする。え、夜では外に出ちゃダメよ。出たいときはママも行くから声をかけてね。え、お母さんと連れて行けるんかな。じゃあ声かけたぞ。お母さんも行くんかな。恐竜がいて怖いなと思ったけど、来てみたら大丈夫だったね。ヨヨコからそんなに怖くない恐竜だって聞いたから、予定をキャンセルしないで来たんだけど大正解。夜は涼しいし気持ちいいわ。あ、もう恐竜がいるんや。もう来るときに連絡したときに、もう2周目のループのときに恐竜がいる。あ、まあいるか。細かいね。セリフ変わってるか。毎日ちゃんと歯磨きだけはするんで。え、この洗濯機古いからさ、なんで2つあるの。蓋開けるところなんか見覚えある気がする。なんで2つあんのこれ。乾燥ドラムと普通に洗濯ドラム違うな。ほらこれフルタイプ持ってる人。俺の実家は穴一つかな。覚えてないな。2階に行くか。だって蓋二つやもんなあれね。あ、これか。あ、ドアノブ届かないから。踏みドアを開けることができました。そうか。登録ありがとうございます。スイッチ、あ、もう本やん。うわわわわ、え、小さい頃の部屋これ。あ、違うわ。ララコとヨノコの部屋これ。二段ベッドで寝てんの。獣研究、アッソの虫、ベニーボタル、駅裏の、小道で発見、ホタルなのに光らない、しかも昼間も元気。面白。獣研究、アッソの虫、クズハキリバチ、ロープウェイの山頂ステーションを見つけた。じゃあロープウェイの山頂行けるってことね。実はすっごい珍しいハチなんだって。了解。これだけ。おお、すごい。めっちゃ狭っ。うわ、獣研究、アストの魚、ヤリタナゴ、大きな扉が見える小川で発見。昔は甘辛い佃煮にして食べたんだって。はい、タウナギ。タウナギか。ヤリタナゴを探したら大発見。ウナギなのにウナギじゃないんだって。絵本見れるかなと思ったけど、ないですね、これ。姉妹が使う2段ベッド。上と下、どっちがヨヨコで、どっちがララコなんだろう。基本上が妹なんじゃないかな。俺的にはそうだと思うけどな。いやでも上危ないから、年配年長者が行くっていうのもありかもしれない。これだけ。絵本は探せないんだね。どうやらドアが開かないようです。はい、一体どこに繋がっているのかな。え、あの光がついてる部屋じゃないの。違うか。ないもんね。え、なんで3つあんの俺。父ちゃんか。はるばる遠くから来たはずなのに意外にシンプルな。はい、ぴよ。絵日記、寝る、ヒント。あ、これは操作の仕方か。持ち物、俺今360円持ってるよ。俺ハイヒール持ってんだけど。やば、シソ16枚。シソ16枚はカバンに突っ込んでるよ。小ゴミ25本突っ込んでるよ。人参21本持ってるよ。俺。しんちゃんが人参21本持ってるよ。えぐ。で、ホタルは、あの、ホタルって、あれ、メスが光るんやっけ。メスとオスが光るんやっけ。で、光って、異性をね、まあ、呼びつけるんやけど。で、どっかの外国ね、メスのホタルで、その他の種類のホタルの光り方を真似て、オスを招いて、そのオスを食べるんよ。
で、真似できる種類って一種類だけじゃないんだよね。ホタルによって光るその点滅のスピードが変わるんですよね。はい、ゆっくりの知識ですゆっくり知識です。いや、メスも光ると思う。そうしたらだってメスが真似てオスを食べるっていうのを、ね、聞いたから。食べる食べる、そう、同種。カマキリもそうやね、なんか食べるやん。クマもそうよね。ジョロウグモやっけ、食べるやん自分の。気のせい。とりあえずおるよね。出た、ゆっくり、そう、ゆっくり情報。しのぶさん顔怖いんだけど、見てなかったな、何よるかやべえ、笑っただけだった。やばすぎるこいつ、やばすぎるやばすぎる。ふふい、やべえ、人参一気にいけるやん。しんのすけ殿、しんのすけ殿、チョコ材な、うららこれにするぞ。山桃ゲットできた、かたじけない。2個か、オッケー。うん、はい、よきや。ここは忍者の店なので、うん、え、もう5つまた溜まったん俺。じゃ相当やってんだねクエストは。これはシソやっけ、うんうん、ここで取れるのシソですね。売れないんかな、そうしたらめちゃくちゃ金入りそうやけど。1枚2円ぐらいでいいの。そろそろ帰る時間だよ。夫さん迎え、はい、帰ります。はい、え、青トマト、青トマト収穫した。青なのに緑色。トマトを収穫した、トマトを収穫した。赤くてツヤツヤした、美味しそう。青唐辛子、青唐辛子を収穫した。赤とどっちが辛いかな、青の方が辛いやろ多分。目標達成、お小遣いを合計300円もらったよ。あ、俺当初60円しか持ってないんだ。300円もらったんだね。じゃあこれ何、嬉しいな、お手伝いでボーナスをもらったよ。これ何、え、ナスじゃんそれ。え、なんでナスな、お手伝いでボーナスもらったよ。お小遣いとどう違う、うん、一緒か。いや一緒じゃない、頑張った方便やそれ。目標達成、刑事物のお使いを10回やったよ。10回も頑張った、うん、はい。やば、新メニュー、黒糖あんかけスイカラーメン、スイカとラーメンの組み合わせが絶妙だ。絶望的絶妙で、はい。意味がわからない独り言意味がわからない独り言、おならと一緒に湯煙の中に消えていく。めっちゃいいやん川柳みたいやん。友蔵、おなら煙の中に消え、煙の中が消えていく。踏み台を使って姉妹の部屋のドアを開けた。踏み台の中に本が入ってたよ。うん、踏み台をもう一回調べた方がいいかもしれない。そうしたら踏み台を使って姉妹の部屋に開けた。踏み台確認した方がいいかもしれないな。そうしたらその中に、おやすみね、おやすみ。お母ちゃんは、俺の母ちゃん、俺と父ちゃんは、なんでお前がおるの。ああ、おターミネーター、うわ、何やっけこいつ、おるよね、尻尾で攻撃するやつ。おや、悪の博士がまた新しい恐竜を、はい、この世界に呼んでしまったみたいです。よくないことやな、しまったみたいですよ。なかなか素晴らしい、うん、フリーザできそうだな。殺しますよ、殺し殺し、はい、誕生日過ぎました、セーブ完了です。今日から朝の体操にブーちゃんが参加します。あ、ブーちゃんが来た、はい。ステゴサウルス、ティラノサウルスじゃないはず絶対。ステゴサウルス、あのサウルス参加したいね。めっちゃおるね、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15、 まあ、あの動物も全部入れて15人かっこ引き、すごい、やばいやばい、
はい。博士も参加してるから悪くないしな。だってオラと博士の、ね、夏休みやからね。いただきます。はい、いただきます。いただきます。サラダだけやん。そうだ、昨日昨夜現れたステゴ、あ、ステゴサウルスが、すげえ。呼び名決めないとね。ちんちゃんのあの恐竜なんて呼ぶ？ステゴーン。お背中ギザギザわがまま恐竜ダブルキュー、ステゴンで。ステゴーン、ステゴーン。こうしてまたまた恐竜のニックネームが決まったよ。ステゴン、はい、突撃レディ。あともう一つはプテラ、忘れたな。ここ数日テレビのニュースを見ると恐竜の悪い噂ばかりが流れていて、なんか嫌だな。公平にいいところの取り合い、わかる。メディアってそういう、だからね、マスゴミって言われるもんな。確かにこの頃スイカ畑を荒らされた、うん、鉄道の線路を食べられた、嘘だもんね、洗濯物を盗まれた、恐竜が洗濯物ごときを盗むかって話。人のノリが悪くなった。それは、うん、それは振動でってことかな。などなど、マスコミ経由で恐竜の悪い噂ばかりが広まっていたのです。カルロス・ゴーンは寝ちゃいますからね。このままでは恐竜が警察に逮捕される。まあカルロス・ゴーンはね、逮捕はね、はいはい、という話もあるんだよ。でもあの人持ち直したからね、日産を。さてと、ちゃんとね、それはね、評価せなあかんね。でもな、しんのすけが食堂の外に出ると、やってることはよくないけどね。しんのすけは恐竜のことをどう思う？かっこいい。恐竜おとなしいしいい子たちなのに悪者扱いされるのね、許せないわ。そこで恐竜が僕らと仲良しで害がない存在だったことを分かってもらうためにいい方法を考えたんだ。キャップ、新聞社があるじゃん。だってカズヤ君とキネちゃんがかわいそうな恐竜を救うため、子供と恐竜が一緒に街を練り歩き、彼らが安全であることをアピールする。この町の防衛隊やもん、こいつら。仲良しパレードを。ブーちゃんは、しんのすけも協力してくれる。この危機を乗り越えるためには一致団結しなくダメなんだ。団結。じゃあまずはみんなで霧島の前に集合ね。無視すんねん、あの目がじとめっとんやっけ。ちょっと呆れてるやん。早く来いよ。ふふい俺とお前らそんな仲良くないからな。はい、もし俺ララコに仕事がなかったらここで働かせてもらおうと思ってんだけど、旗を折る仕事ならうまくできそうなんだもん。電気で動く道具を使わないからララコでも壊さない。なんか特殊な力ありそうだよね。だからララコちゃんに博士のあのタイムマシン的なやつをね、いじらせたらいけるってことでしょ。でカレーはどういう風に、カレーはどのようにしてね、この街を救うことになるかちょっと想像つかないな。アッソ覚えたいファイヤーになるよ。よし、これでみんな揃ったな。では今日の計画を発表する。恐竜3匹どもここに集めて、僕らと一緒に名古屋行進するんだ。パレードだね。でも本当にそんなことできるのかな。最初の2匹はおとなしいから言うこと聞いてくれるけど、ステゴはさ、ステゴンは雑食なんかな、草食でしょ多分。お噂をすればなんとやら。怖いめっちゃ警戒やん。中に人入ってそうな動きやん、あのね、2人ぐらいぬいぐるみ。背中が赤く腫れていたぞ。そのせいで機嫌悪いのかもしれん。そうなのよ、どうしてもあの子だけ言うことを聞いてくれないのよね。どうすればいいんだろう。晴れを収めるには冷やすに限るでござる。そうすれば解放に向かうはず。辛いカレーを食べた時、水を飲むと同じでござる。水、じゃあこうしよう。月夜父さん、マサヤ君とマサヤ君としんのすけはステゴンに水をかけて落ち着かせたらここに持ってくる。残りはキネちゃんは突撃リディ23号、ブーちゃんはハートマーク。うん、どちらもおとなしいから一人でも大丈夫。カズマくんは何するの。僕はみんなに指示を出す係だから、ずっとここで待機。くそ、恐竜が怖いのかしら。そんなことないよ。よし、じゃあ僕もしんのすけと一緒にステゴンを連れてくる。それでいいだろ。
みんな納得。背中に水をかけるの？お風呂でも入れる？うふん、僕にいいアイデアがあるよ。ほらあそこ。どこ？ツンツン橋？何それ。水道橋だから橋の上から水…え？どういうことなん？水道橋だから橋の上から水を出せる？あそこに恐竜をおびき寄せて水をかければいいんだ。え、水道橋って何？歩道橋ならわかるけど。僕今同じこと考えてんだ。嘘つけよ。本当かしら。では作戦開始。キネちゃんとブーちゃんは担当よろしくね。え、水道橋？水門のところに集合。はい、みんなすぐ来るんだよ。水門スムーズに行けるかな。アッソ防衛隊ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー。良き塩梅。はい、良き塩梅。チョコ材だ。あ、水出てるわ。出てた。どういう仕組みなんだよあれ。橋から出るって。電気とか使ってないでしょ。イエーイ。おかしくないあれ。なんで、なんで虹出てるし。水門来ました。しんちゃん。はい、まさやくん。来たよ来たよ。大人に頼んで水門を下げてもらったんだ。すごっ。これでツンツン橋から水が流れてるはずだ。はい。お、来るか、ステゴン。いいかい、しんのすけはここでステゴンの気を引く。ブリブリってやるんじゃない。ツンツン橋の下まで誘い出してくれ。うふん、オラとお茶しない。しんちゃん、そういう誘い出すじゃないよ。では、これですかな。鉄だけ精神。ヒヒヤだ。あ、ほんまや、赤が腫れてる。てか、そもそも傷ついてるやん、あれ。腫れてるとか、もうちぎれてるやん。1,2,3,4,4 つ目。ちょうど通りかかったあの恐竜が興味持ってくれた。切れた、もしかして。何これ。あ、あの遺跡だ。ブリブリ。動きやば。先輩の増田くんって言ったんやけど、中学校。しんちゃんってケツ、しんちゃんってケツで歩けるやん。その増田くん、増田先輩ってケツで歩けたんよ。柔道のマットの上でやってた。畳の上でケツだけで歩けたんよ。遅いけどな。俺はできんかったけどすごかったわ。ケツが歩きよったもん。プリプリプリって。ケツの筋肉必要だったんやろな。背中の腫れてたのがそんなすぐに治るの。元通りやんこれ。おかしくない。なんと清水やん。背中に水をかける作戦は大成功な。清水清水。あれやん、バイオハザード。何、成分何やっけ。どんな怪我でも、あの薬かければ治るやつや。一致団結。はい。恐竜と子供が一緒に町を練り歩き、恐竜が安全であることをアピールする仲良しパレードが始まります。始まります。みんな揃ったわ。よかったね。本当にどうなるかと思ったよ。うん、近くで見る恐竜。声すごっ。おっきい、おっきい。ブーちゃん、まあボーちゃん声すげえな。恐竜パレード出発。おしんこ。はい。すげえ。なにこれ。あのハートマークがあんな低空飛行できるってもう意にかなってないからね。みんな突撃リディとステゴンはまだいいけど、ハートマークが一番えぐいよ。身体能力、翼くっついてるしも地面に。一番あいつの浮遊力、浮遊よ浮遊。近っ。やばいやばい、すごいすごいすごい。わっ、あ、みんな見てる。これがニュースになるんかな。何？しかしその一部始終を見ていた悪の博士は大激怒。悪いことをしてもらいたいもんね。
若輩の恐竜を、怖がってくれるのだ。野望を邪魔された悪の博士は、やばこれティラノサウルス召喚してみんなで戦うやつなんじゃないかな。さらなる敵対心を燃やし始めた。ほら邪魔する連中を懲らしめる方法はないものか。とりあえずおにぎり食べて考えよう。おにぎり食いたい、食べたい。みんな解散。ちょうど新聞社の前だ。ファイヤーファイヤ ー, イヤー。恐竜はオーラの友達だ。終了。これ一つの章か。入れない。はい、黒髪さん。しんちゃん、うちの農園使ってるのは多分しんちゃんだよね。ドメロット頑張って育ててね。人参も他の作物より早く育つからおすすめよ。よしこお姉さん、ありがとう。キャップ、僕はどうやら、よしこくんに嫌われてるみたいなんだ。うん、いわゆるジェネレーションギャップかな。はっ、うん、そもそも子供にこんなこと言ってるから嫌われるんだな。自己嫌悪。うん、怖っ、あいつ。よしこ、あ、ブーちゃん、釣り勝負もしかして。新魚楽しい。くっす、邪魔すっから。俺が、君が釣る魚、俺が邪魔すっから。え、ブーちゃんの方かかってない？気のせいか。よかった。イエーイ。ナマズやば。俺あれ行くわ、2階。あ、もういいやん。ここで目の前に倒れてんやん。もうふふい、しんちゃん弱。どこ行ってたの。目の前、目の前。もう毎日繰り返してるやん俺。スタミナなくなってへばって。これドアを開けることが、あ、ただ開けるだけか。これ調べてんだよ。これ、こんなんか本あるから絵本入っとんかなと思ったけど。アッソの虫ベニボタル、あ、これ見たやつね。しんちゃんの記事で売り上げ上がっとんや。へえ。いくらかバックしてもらいたいわ。ついこの間工場がね登録、あ、ありがとうな、ありがとうございます。ついこの間、あ、これいけるわ。まさやくん、工場がさね、なんか変なもの ねえ、なんか質が悪いからさ、俺が見つけるからいいかって言ったら、いいよって言って、マジで見つけるよ俺。俺いくつか抜くからって言ったもん、金を俺が見つけて、要するに俺がさ注文出して、いくらか分からんやん。工場は100円で仕入れたっつって、実は50円で残りのほぼ俺が取るみたいな。ブーちゃんも恐竜バトルに参加するんだ。戦えるってこと。ステゴンが使えるようになったよん。そう、ステゴン使えるから俺やりたいねや。あれ、ブーちゃんは、ブーちゃんいないじゃん。キネクソ強いんやって。みんなウィンウィン順番にやっていくよ俺。ステゴン、これ勝てるのかな。ローリングスマッシュ、スペシャルが強い。え、カスカンタムロボ弱いやんか。カード1枚持ってません。出発、おしんこ。チョコビを開ける。はい、ララコ勝負、バトルスタート。はい、まあいざ勝負。グーで勝ち。こんなもん運でしょ、読みとかないよね。それはやだ。
しんのすけの先制攻撃でハートマーク92ダメージ、ね、じゃあ次もトゲ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 地獄、はい、え、やば、運えぐいわ俺の、やばいやばいやばい、すごいすごい、全体重今首で支えたよステゴン、ヒントチャンスです、これにしよっと、これ聞いていいかな、じゃあもう甘えていくぜ、はい、前田は騙されたもん、虫キング恐竜キングや、負けそう、恐竜と戦うゲームあった気がするな、あもうはい、これでスペシャルで、あっちスペシャル溜まってるの使わないってね、あもう負けをね確信してるわ、ローリングスマッシュ、やばい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 、オーバーキル、すごいやん、負けちゃった、ハートマークでとどめ一撃、見事にバトルに勝利した、パーフェクトノックアウト、まつげ、あ、パーフェクトノックアウトやったよだるそう、対戦相手を変える、あ、まあ、ウィンしたからじゃあ突撃行くわ、あん、カンタムロボ勝てるかな、チョキが強いっていう利点があるってことね、カンタムロボで行こう、俺出発おしんこー、もうシュンコロシュンコロ、要するにじゃんけん全部勝てばいいってことでしょ、バトルスタート、はい、これ悩んでも仕方ないんで、ヒントないときは、まあ、あの最大ダメージのグーでいきます、最大ダメージ、はい、ね、勝ち、ほな運やから確率論、確率論でいこう、しんのすけが先制攻撃85ダメージ、次もあの、まあ、次も最大ダメージでぶち込んでいくわ、パーオッケー、はいはいはい、オッケー、いいよいいよ、どうぞどうぞ、え、ガード、あ、びっくりした、ガードしかと思った、パー使ったからどうしようか、相手のグーがくっそ強いんだよね、それを受けないためにマイカーはグーでいくわ、こっちも最大ダメージ与えんと削りきれないからもうグーでね、なんでミコもスペシャルたまりそうなの、ねえ、ヒントチャンスです、これにするよ、チョキがパーを使おうと、だってチョキがパーやからチョキ出せばいいってことね、うん、それが一番無難だよね、オッケー、そういうことでしょ、説明いる、あいつチョキがパーやからグー出すとパー出した時で終わるやん、チョキ出しても最悪でもアイコやん、うん、でラッキーの時勝ちやん、チョキがパー出すからチョキ出せばいいってことですよね、オッケー、ね、こっちも100パーやから111で、まあ、削りきれないんで、まあ、でも使っちゃいましょう、はい、相手のスペシャルをね、うん、まあ、スペシャルの勝ちなんで、はい、高速ラッシュ、高速ラッシュ、オラ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 、でもこれただすぐ終わるよね、確かパパパパパパみたいな、足も入るし、ちょっと、え、119だって、なんで補正かかってる、119だじゃなかった気がする、うめえ、バトルうめえ、お見事、しんのすけの勝利です、はい、やめる、しんちゃん勝ててるのやめるのすごいね勝ってたのにやめちゃうなんてすごいね、じゃあこれで解散、アスト防衛隊ファイヤーファイヤーファイヤー、そういえば明日ここで恐竜バトル大会あるが、え、やべえ、もうやめようかなと思ったけど、恐竜バトル大会やりたい、え、やべえ、このバトルステージは何個の形、お尻違う違う、僕がアッソーさんの形を真似て作ったんだ、はい、ちょっとさ、この絵あるじゃん、アッソーさんのあの加工噴火した後削られた山、あれ顔に見えるやん、ねえ、湖2つと真ん中なんかへこみか知らんけど鼻に見えるよね、人の顔に見えるわ、怖っ、明日恐竜のねえバトルがあると、オーケースオーケースオーケース、優勝したら賞金くれるのかな、これホタルかな、光ってたから、セミだったら光るなよ、油ずみ、え、持ってるやん、
持ってるやん。わわわ、あ、難しい、あ、難しい無限ループ。あ、今調べられる。あ、青山さん家の工房青空に置かれている青い自転車。はい、あれ買えない。はい、買える値段ない。あ、じゃあ、山田さんのとこで買うんか。甘いと思ってるんでしょ、舐めてると思ってるでしょ。何いきなり。歯医者が出てきてないからな。もう家戻るぜ。どうやったら戻るの。お母ちゃんに話しかけるの。あ、父ちゃんや。そろそろ晩ご飯だぞ。すげえ、違うタイプ見るとよかった。違うタイプやん。いただきます。ラーメン。いただきます。はい。ん、皆さんどうしたの。なんでこれ黒糖スイカじゃないでしょ。でもこれ話せば長いことながら黒糖あんかけスイカラーメンめっちゃ売れてるでしょ。その流れ正直な話全然ダメだったけど。え、ダメなんや。午後から隣町の食堂が売り出した新メニュー、黒糖あんかけデコポンラーメンが大人気。ほんまだよね、改良版やん。うん、美味しい。これ美味しい。こうして日の山食堂の面々は各々の方法でしみじみと悔しがった。これ売り上げが上がる場合もあるんかな。さすがにね。ヒットメニューは黒糖あんかけデコポンラーメン。はい、黒糖あんかけデコポンラーメン。この組み合わせを覚えておけば、黒糖あんかけデコポンラーメン、あとでいいことあるかもよ。覚えといてや、みんな。黒糖あんかけデコポンラーメン。なんか選ぶんかな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。ラーメン俺も食べたい。もう腹減ったもん。ちょっと今日の恐竜パレードよかったね。ピースフルな感じで本当によかった。ピースフルって何。平和平和平和的。幸せってことよ。え、幸せなん。ハピネスやん。次のループよ。あ、なるほどね。やば。じゃあ3周目あるってこと。夜は外に出ちゃダメよ。出たい時はママも行くから、声をかけてね。じゃないと使えないやんな。声かけたぞ。さすがに2周目でこのループ抜け出せるほど簡単じゃないでしょう。おや、外に博士の笑い声やばいやろ。何博士、何迎え。しんのすけが外に出ると、そこには今しんのすけ唯一記憶持ったまま戻ってきてるからね。気づいてる博士。どんな用事があるのかな。君に気づいてるかい。僕はまあ用事というほどでもないのだが、お前の話を聞き、え、なんで。なんとまあ嘘くさい。嘘くさいね。何、おいおい、若輩はそこまでひどい人間じゃないぞ。知ってますよ。何これ、ナレーションのやり取りしてるよ。ちょっと風変わりな人なのは間違いないのでご用心。そしてやば、博士も、博士もいろんな世界に生きてるやん。次元が違うやんこいつ。この町での生活を聞かれたしんのすけは、よしお姉さんの話と、あ、もう普通に話しとんやん。ヒロシの靴下が相変わらず臭いこと。そして、春日部の友達にそっくりな子たちがこれはびっくりするね。これはびっくりするよ。全く一緒やもん、顔が。興味深いでしょ、これ。俺も。なぜ友達にそっくりな子供が、しかもたくさんこの町にいるのだ。困ったもんですね。実は我輩もすでに気づいてることがある。古代からやってくる恐竜たちはすべて、若輩が子供の頃に読んでいた絵本に出ていたものばかりなのだ。それにしても今夜は敵の正体を知るために偵察に来たつもりだったのに、俺敵なんや。こんなに興味深い話をたくさん聞けるとは。博士はしんのすけのことが知りたくて。まずは敵を知ることやな。少しずつ距離を詰め仲良くなっていきました。仲良くなるんかい。しんのすけも嬉しそう。しんのすけも嬉しいんかい。このまま何か大きな事件に巻き込まれなければいいんだけど。プラグやん、巻き込まれるやん。ずっと赤いベンチの公園にいるから、いつ遊びに来るがいい。
また面白い話聞かせてあげよう。疲れたわ。よくジジイが言うセリフや。聞いてやるから来なさいみたいな、なんかおるやな、そういうの。聞いてやるから。フォローありがとうございます。これ新しい長女や。夜行性やん。ガだったら許さんぞお前。ほらやった。はい、ステゴン。恐竜の名前ステゴン。どういう意味かは知らないよ。あ、意味は知らない俺も。恐竜に悪い噂があるらしい。警察に逮捕されたら、明日テレビに出るのかな。ご婦人の化粧のりが悪くなっちゃ大変だ。これはもう直球で。仲良しパレードなんだろう。うん、ステゴンの背中、谷中に見えるね。背中が赤く腫れている。水をかければ治るかな。うん、直球で。なんか戦隊ものみたいだね。仲良しパレード大成功。最後にみんなでファイヤー。仲良しになるパレードだ。ああ、これも入れてくれるんだ、絵日記に。魚釣りが大好きだ。今日は何が釣れてるのかな。はい、博士。仲良しパレードに怒り浸透悪の博士。敵に回すと怖い人。そうは思わないね。しんちゃん思ったはず。はい。隣町の食堂を売り出したに似てるメニューが大ヒット。はい。あんかけ？てか、黒糖あんかけデコポンラーメン。うん。その名は、黒糖あんかけ。これ見たらいいやん、もう次。書いてあるやん。ピースフルは幸せってこと。うん。悪の博士やってきた。二人でいろんな話をした。いつも、なんとか嘘くさい悪の博士やってきた。二人でいろんな話をしたよ。うん。キアゲハって言うんだ。夜行性なんや。これ夜に捕まえたもんね。幼虫はセロリ出して害虫やん、それ。害虫やん。今日は寝ましょう。はい。よし、この辺で。うん。終わろうか。しんのすけ。恐竜大会気になるけど。もう日本レイズになりそうやしね。野山食堂。いや、二日間でもう丸ごと一時間だね、マジで。はい。またまたびっくり。今日から朝の体操に。ありがとうございました。おちゅにだ、おちゅにだお先です。皆さんお疲れ様でした。チャンネル登録、お願いします。はい。